ごめんね。迷惑かけちゃって。私の方から行こうって誘ったのに。うん、なんでもない。キリト。キリトは優しいよ。うん。私、実は。もう少し、もう少し先へ。大丈夫だとも。とにかく、先に進まなくては。キリト、危ないよ一人で。いいんだよ、どうせ私たちは。どうしてそこまで頑張れるの？オレンジギルドの罠かもしれないじゃない。PK。うん。あの人はどうなったの？そう。やっぱりすごいね、キリトは。気にならないよ。だって、ここにいるプレイヤーはみんな、ホロー、影の存在だから。あの人も、ここからは出られない。
私もずっと、ずっとこうして、ずっと。大丈夫。なんでもない。私が開けてくるから、キリトはその入り口で見張っててくれる？理由を聞いてこなかったね。なんでなのかな。私はキリトにそんなことを言ってもらえるような人、もう性格じゃないよ。違う、私は。私は人を殺したの。ううん、それよりひどい。私は私を殺したんだ。私もキリトと同じように気がついたらこっちの世界にいたって言ったよね。実はその話には続きがあって、そのまま森の中をさまよっていたら突然誰かが目の前に現れたの。
人は私だった。違う！ NPC とプレイヤーを間違えたりしない。あれは絶対に私。信じられる？その時のこと。無我夢中で必死だった。我に返った時、目の前の私は消えていたんだ。その後、私のカーソルはオレンジになっていた。私が私を殺したからかなって。キリト、だから私の罪はカーソルの色を戻しても決して消えない。ずっとずっとこの影の世界で生き抜かなきゃいけない。私、あなたと出会わなければよかった。こんな気持ちにならなくてよかったのに。キリト、ありがとう。でも、少し我慢してて。じゃあな、黒の剣士。ごめん。ごめん、キリト。
。